はいどうも、カードショップ桃田屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。グルールミッドレンジということで、はい、まあ序盤ちょっと切り捨てて、終盤以降、中盤ですね、中盤ちょっと厚くしたような感じのデッキになります。はい、序盤のキーカードはもうとにかくレンジャークラス。まあ、これが出せるかどうか。まあ、これ、2ターン目までがこれしかないんですよね。はい、これ以外出すものがなくて、まあ、3ターン目ですら無謀な嵐探しだけなんで。はい、そしてまあ4ターン目しかのせて、まあ、こいつがね、結構あの4ターン目出せれば壁になったりもするんで、あのギリギリ成立する、キーカードといえばキーカードですね。そしてそれ以降5ターン目っていうのが、まあ、ここら辺がね、結構打点稼いでくれます。そして、土地がねちょっとやっぱ多めに入ってまして、24の、28枚ですかね。はい、まあ基本土地は5ターン目6ターン目まではもう途切れることなく出していきたいなというデッキなんで、こんな感じになってます。はい、さあそれじゃね早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。ターン終了。はい、レンジャークラス。さあ、無謀な嵐探し。さあ、アタック。ターン終了。いや、吹雪の乱闘、しかし優秀ですよね。さあ殴ります。アタック。はい、エシカの戦車。ターン終了。さあ湧いてもエシカの戦車。ターンもらいます。うん、どうするか。44トランプル速攻。レンジャークラスレベル2。ウォーカージェリー。ターン終了。
さあ次、土地引くかどうかね。土地引いたらボリンクレックスが暴れまくってくれそうな気もするんですけど。来るか。さあエシカの戦車起動。まあまあ11が戻ってくるってことかな。ん？戻ってこない。あ、これはターン終了時か、終了ステップ開始時か。すぐには戻ってこない。どうしようかな。もう普通にブロックしちゃいましょうか。ああ間違えた。さあブロック。おっと引かんかった。最大でアタック。お、これはかなり楽になりましたね。さあこのまま押し切りたい。北条の碑文か。厄介だねこのライフ回復は。もうな、お、土地が来た。これは強い。ボリンクレックス、さあアタック88。さあターン終了。おお不自然な成長。やば。さあブロック。まあでも先に殴れか。殴れて殴れんやん。え、やば。やば。あいつでかすぎるな。やば。これはやばい。ちょっとでかすぎるよな。突破できんぞこれ。14、14。え？どうする？どうやって突破する？
無理か、どうやっても無理か。ダメだ、不自然な成長でやばすぎるわ、止められん。これはどうしようもないんじゃない。ただちょっと待ってよ、その殴り方だったらワンチャンないか。もしかしたらこれはいけるかもしれんね。これでいってブロックして、次ボリンクレックス出して殴っていけるから。いや、ダメだな。ちょっと待ってよ。こっちで、ボリンクレックスは生きとかんとダメか。はい。ボリンクレックスは死ぬわけにはいかないですね。さあ、このそのまま帰ってくるのが非常に偉いよね。無理か。12点でしょ。全員で殴ったら22点、23、24点。だからギリいけるんじゃないこれ。さあアタック。多分でもこの不自然な成長対策ちょっと考えんとダメだね。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。力いった方がいいか。さあレンジャークラス、ターン終了。バウンスはきついな。うん、さあアタック、ターン終了。さあまだどんどん土地引いてほしいね。1枚バウンスあるかな。土地が来たのは偉い。バウンスありそうだな。
なかなかちょっと主導権つかめんすね。ただまあゼロ助産あったとしてもトークンはどうしようもないんで、わあそうくるか、これは悩ましいな。スタートアック、さあ殴り合いしようか。さあエシカの戦車が来て殴ってくる。まあタフ4なんで、9点10点いけるやろ。はい、速攻クリーチャー強いね。さあアタック、あ、ダメか、ダメなのか、これダメなのか。いや、いけるか。え、どっち、いけるよね、いけるよね。9点いくよね。はい、はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行、できれば先行取りたいところではあるけど、あ、グルルラの忘れてた、手札が綺麗に緑だったんで。さあレンジャークラス、さあアタック、さあジャービのベール、
さあ、ドゥームスカール引かれる前にね、決着をつけたい。おっと。まさかの壊滅の塾と。破壊力半端ないな。さあ、アタック。怪獣が出てきた。バルクミラ、なんとも言えんカードが来たな。さあ、レンジャークラス。ターン終了。なかなかこのカード厄介だね。アグロ殺し。ウォーカージェリー X5。 はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。グルールミッドレンジということで、はい、まあちょっとね、序盤が薄いんですけども、まあオーカージェリーもね、あんま序盤出すカードじゃないんで、まあ2ターン目のレンジャークラスが出せない時が結構きつくて、まあ3ターン目の無謀な嵐探しまで行っちゃいますんでね、まあそうなると4ターン目しかの戦士、まあここら辺から急に熱くなってきて、黄金化のドラゴンとフローギーモス、まあここら辺で、打点稼ぎながら、ボリンクレックスで、まあ、とどめを刺していくと。まあ、ボリンクレックスとね、このレンジャークラスとウォーカージェリーが相性よくて、割と、まあ、前塾とかにも、強かったりするんで、まあ、速攻クリーチャー多いんでね、前塾ではなかなか止めにくいという感じではありますね。はい、まあ、そんな感じの、ミッドレンジでした。はい、ちょっとね、軽いクリーチャー多いデッキに飽きてきた方にはね、ぜひおすすめなんで遊んでみてください。さあ、それじゃあ今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。